アーヤと魔女はダイアナ・ウィン・ジョーンズによるファンタジー小説、また、それを原作としたスタジオジブリ制作のアニメーション映画。2020年12月30日に2021年4月29日の劇場公開に先んじて簡易版が NHK 総合テレビジョンで放映され、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に、 伴う公開延期期間を経て2021年8月27日に劇場公開された。以下ではアニメ作品について説明する。企画は宮崎駿、監督は宮崎五郎。原作はハウルの動く城の著者でもあるダイアナ・ウィン・ジョーンズ。簡易版ではあるが、本作はスタジオジブリの劇場用映画では史上初めて劇場公開に先んじて、 テレビ放送された作品であり、スタジオジブリ史上初の 3DCG によるアニメーション作品である。また、放送局が日本テレビ以外であるのも史上初である。2021年4月29日に追加映像を加えて劇場公開される予定だったが、同年4月23日、配給元の東方が新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、 公開延期を発表。後6月17日に新たな公開日が8月27日と発表された。1990年代のイギリス。幼少期から孤児院で孤児として育ってきた10歳の少女アーヤツールは誰もが自分の思い通りにしてくれる孤児院での生活に快感を覚えていた。だが、ある日魔女のベラヤーガと彼女と共に暮らす男マンドレークに引き取られることになる。 ベラやアガに魔法を教わることを条件に、彼女の助手として働くことを約束したアーヤであったが、いくら頑張ってもこき使われるばかりで一つも魔法を教えてくれない。そこでアーヤは、ベラやアガの使い魔の黒猫、トーマスの力を借りて反撃を始めるのだった。すべての魔法から身を守るという魔法の薬を作ったアーヤは、魔女のミミズの魔法を利用してミミズを マンドレイクの部屋に入れてしまう。マンドレイクは怒り狂い、ベラやアガに一泡吹かせることに成功する。2020年12月30日に本放送。スタジオジブリの長編作品では、地上波初放送の視聴率が、レッドタートルある島の物語についで2番目に低い、数値となった。視聴率は、関東地区、ダイアナ・ウィン・ジョーンズ、アーヤと、魔女、 田中薫子役、徳馬書店、2012年。ISBN 978から41億9863万4476個に新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、2021年8月27日に公開日を延期。スタジオジブリ最新作、アーヤと魔女の放送が12月30日に決定しましたスタジオジブリ、企画。 宮崎駿、監督、宮崎五郎。長編アニメ、アーヤと魔女、NHK 総合で放送。マイナビニュース。2020年6月3日閲覧。ジブリ最新作、アーヤと魔女。4月に、劇場公開発の 3DCG 一部カット追加。2021年2月12日へ閲覧。インク、ナターシャ。ジブリ初の 3DCG 長編アニメ。 アーヤと魔女4月29日に劇場公開決定。コミックナタリー。2021年2月11日閲覧。ジブリ最新作、アーヤと魔女4月に劇場公開発の 3DCG 一部カット追加。イティメディアニュース2021年2月15日閲覧。アーヤと魔女公開延期のお知らせ。映画、アーヤと魔女公式サイト。 2021年4月23日閲覧。ジブリ新作、アーヤと魔女新公開日は8月27日に決定。2021年6月17日閲覧。宮崎五郎監督、ジブリ映画、アーヤと魔女8.27公開、4ヶ月延期要約。2021年6月17日閲覧。スタジオジブリ再起動、待望の新作、アーヤと魔女は、 初の全編 3DCG 作品。宮崎駿の新作は3年後ヤフーニュース。2021年2月11日閲覧。あーやと、魔女スタジオジブリ初のフル 3DCG アニメ4月29日劇場公開。宮崎駿を手放しで褒めたい。ヤフーニュース。2021年2月11日閲覧。スタジオジブリ最新作。 アーヤと魔女の英語版吹き替えキャストが、決定ダンスティーブンスラ。cine macaf.net e,、M A C A F e.。2021年1月31日閲覧。斉藤隆ジブリ最新アニメ。アーヤと魔女主役の13歳。平沢博道。大人にこんなことをと面白かったです。ヤフーニュース。ヤフージャパン。二千二十2020年12月19日閲覧。 アーヤと、魔女オリジナルサウンドトラック。2021年1月2日閲覧。ビデオリサーチ。ありがとうございます。